今からの話題はさて何でしょう。こんなこと言うの要ね、ノートで稼ぐってあるでしょ、 NOT。 あれはもう8年前ぐらいから出てるらしいけど、6年前、ほんでノートで45万稼ぎましたとかね、ノートで20何万稼ぎましたってね言うけども、俺ね1000円とか100円で売ってるけど1個も稼げません。つまりね、あれ見るとね、大したことやってね、 SNS と Facebook とかで稼げるわけないよ。わしはわかる。ヒカキン君は本物やな。ヘズマリュウってバカみたいな。そんな話いらんか。ほいでね、ちょっと話変わるんやけど、やっぱ人間ってね、難しいんですわ。生き方が。ほんで、何でも一緒。あの、季節労働者もね、あの、大和製紙の100億円下ろしてこうやって、博打した人間もおるし、カジノで1億負けてホームレスもおるしね。そうすると、俺があの、なんとかできそうでね、関西でそうか。勤めとったら地場競馬で1億負けたってバカなのさ。それね、立ち直ってやるったからいいんですよ。そういう人知らんけどね。それもう一人あの、なんとかな、ダンバで火つけた男でしょ。あの人ね、あの、5、6人殺したの。あの人ね、あの、アパートの権利もらったらしいですわ。ほいでね、潰れる時期ってあるんですよ。その、とぼけてね。俺もそういう時期あってね、金何もあってもね、親が言いました。お前がもう一人だったら潰れるのって、わし一人潰したけどね、家ね。まだ現在生き残ってるけど、わしホームレスもお前親の金にしよったけども、何を言いたいかな。だから、今日今の話題何やったかな。あ、そうだ、やりくり難しい。要するに。例えばね、金って例えばね、まあ、10万おろすでしょ、給料が。まあ、いろいろ込みで、デリヘル行って、いろいろ入れて、8万使って、9万で1、最後0円になるのが、まあ10年続いたらするでしょう。それをね、例えば、わしも、生活保護でも、10年間で1円も余ったことないんですわ。最初のうち1万円貸してね、5000円利息をつけ、1万5000円稼いやって、まだいて、1万稼いや、5000円利息をつけるって。そういう生活すると破綻しましたわ。言葉がいいの。だから生き方は難しい。これで今月ね、先月ね、考えたらね、例えば生活保護8万するでしょ。で、いろいろまあ込みで2万7000しかなくなるのね、家賃払って。先月ね、いろいろね、考えるとね、雑費がね、あの、テープ買ったりなんだりって、往復タクシー使っとるんですわ、そういう時は。最初もらった時。それでもね、もう、謎の行って、ここを来たらさ、8000、6000か7000行ってますわ。だからそれね、あの、カトリ線香にしろ、あの、スプレーにしろね。それ買ってあるし、米も買ってあるし、今月はだから今ね、普通やったらもう1000円ぐらいしかないんですよ。2000円、3000円ぐらい。だいたいずーっとさ。これ普通はね、だからやりくりもさ、普通はスーパー行って、ね、あのもう、1万5000円ぐらい買ってんですわ。ほんで、今日はね、弁当1個しか買わない。ヨーグルトと、大豆と。それがね、難しいんですわ。3000円ね。だからだいたいようになった。普通1万円、もっとこう、7個買うでしょ。ほいで、9000円でも買うんですよ。ほいで、1000円しか、もうまだ、最後1円になって足りないって、これ一緒足したらいいだろうと、そういう生活。今ね、まだね、8000円とね、1万、8000円の、6000円、1万4000円持ってます。だからそれだけ違ってきました。ほいで、俺はね、あの、買い物たと1万5000円ここにザー並べてね、明太子、アサリ、いろいろ買ってね。あれ食って1000円、今日は1000円食ったなって言うとるけど、確かに美味しい。でもね、金残そうと思ったらね、そういうゲートができる。それを例えば肉買わんで、ね、サバ缶にするとかね。そういう芸が多分無理。だから金貯める必要だ。大したもん。それでね、だからあの苦労せんで、ね、あの、宝石3億あってちょっと3年以内に破綻する。前より苦しくなるんですわ。だから、それ分かるわ、理由は。10年経っても治らんのかね。わしも、親の金で3万5千もらってホームレスしたんですよ。そんな話、なんか、いるわ。だから、なんていうかな。今の前で忘れました。夢はいいんだけどね。ほいでね、ちょっとね、だから、いろいろ難しいんですわ。今から糸買いこうと思うんですよ、ここからね。昨日寝たのが、一つね、勉強になったわね。俺、1ヶ月はだんだん食事が良くなって、先月も、ちんちん週に2回ぐらい経つぐらいのね、オナニーするぐらいの体力できたんですわ。それでも生活後で大変やけどもね。だからそれでもいいぐらいなんですよ。だから今月もまたそれ以上にいいと。で、前はね、1ヶ月か2ヶ月でベイコミュニケーション。
ワイヤーとか飛ばしようだね、固定電話とかね。今月ちゃんともう半年、2月かそれで持ってますと。だからだいぶやりくりようになった。これで背広も買わないと決めたしね。だからそのうち台風になるでしょ。これでね、ちょっとまだ今の話。糸買いに行こうと思うね、こっからね、岸の里からその、西成の市役所の裏の方に、ね、100均あるから。それ行くの大義でね。だから皆さんも、それとね、私思うけど、一人の場合は1万5千円買ってくるとしよう。荷物をね、7千を2回ぐらい分けて。それ普通のね、5人家族だったらね、5、7、35。じゃあ5、20、10回以上行ってんですよ。お母様は。だから大変ですわ。あ、秋葉原の話はいいか。もう一回切ります。